極上の飛ばし屋選手ですね。はい、はい、飛ばし屋たけしさんが選んだ極上の飛ばし屋、この人になります。岡本がカブレラに第3球を投げました。打ったー、文句なし文句なし、ここまでボールが飛んだんだ。パリーグの主砲、日本の主砲、アレックス・カブレラ、とんでもないとんでもないホームランが西武ドーム場外だ。満塁ホームランで10対6。西武、オリックス、ソフトバンクでプレーしましたアレックス・カブレラでございました。簡単にご紹介を。はい、2001年に西武ライオンズに入団。1年目から圧倒的な長打力でプロ野球界を魅了し、2年目には当時の日本記録と並ぶシーズン55本のホームランを打ち、ホームラン王に、西武に7年間在籍した後、オリックス、ソフトバンクと渡り歩き、2012年に日本を去りました。はい、結局日本通算ではなんと12年間プレーしまして、通算1239試合1368安打、打率が3割3厘で、本塁打が日本で357本塁打打っていきました。通算打点は949打点ということで、もうとにかく武さん、もう実況にもありましたが、どこまで飛ばすんだと。そうですね、もう規格外でしたね、彼はね。はい、どんな、まあ、いわゆるその軌道というか弾道というか、ですからね、外野手が一歩も動かないんですよ、はい、ガーンと打った時に、結構ね、外野手こうやって追っかけて、あ、ホームランだなっていう感じはあるんですけども、このカブレラのホームランは、はい、打った瞬間もう外野手がね一つも動かないんです。あ、そうですか、そのぐらいね、あの飛距離が出てた。でね、あと何がすごいかって言ったら、体勢崩されても関係ないですよ。はいはい、だから僕が一番びっくりしたのは、アウトコースのねラインぐらいのボールを、もう本当にねバットを振るんじゃなくてバットをこうやって落としたの。は、落とすように打ってライトにホームラン打った時には、ちょっと何なのこいつってね、サイボーグと思いましたね。あ、そうですか。そのぐらいねすごかったですね。ただこれ今武さんサイボーグとおっしゃいましたけど、はい、これ実際に近くでカブレラを見ると、はい、その表現は本当にそうなんですよ。いや、とんでもなかったですよね、体つき も腕の太さがね、はい、でもね、理にかなった打ち方は僕はしてるなっていうふうに思ったんですよ。下半身をね、外国人ってうまく使って打つ選手っていないんですよ、あんまり、はい、例えばこのカブレラの時代に打ったタフィーローズっていうのは、どっちかっていうと下半身うまく使って打ったんですけども、カブレラの場合はもうステップせずに足を開いたまま、ただ手を落とすだけ、はい、でもこれって上半身の力がめちゃくちゃいるんですよ、だから日本人バッターにはちょっと不可能な打ち方なんです、まあ、どっちかっていうとドラゴンズファンの方がのだと分かると思うんですけど、堂上直道みたいな打ち方するんですよ、はいはいはい、彼はガニ股で足開いて打つでしょ、だけど堂上はホームラン打てないでしょ、なぜかって言ったら力がないから、でもカブレラは上半身はもうすごい力があるもんですから、バットに当てられるわけですよね、ですからできればこういう打ち方がみんなしたいわけですよ、ですけどね、もうどんだけ彼のホームランをね敵として見たか。まあだから まずやっぱり真似できない打ち方。いや、もうそうですね、日本人ではちょっと不可能に近い打ち方ですね。ああ、そうですか。ええ、でもまあ確かにね、武さんの解説にあるように少々緩い球、カーブ系のボールで膝を曲げられても、はい、すくったな、すくい上げちゃったなと思った打球が入っちゃうし、あ、少々こすったなっていう打球も入っちゃうし、はい、詰まったなっていう打球も入っちゃうし、何でも入ってます。ですからね、外野フライ打って、ああ、外野フライだなっていうのがカブレラホームランなんですよ。入ってくれたらね、もうホームランなわけですから、そうですよね、彼にとっては打ち損じでもホームランになってるわけですよ、はいはいはい、まあ、この辺が彼の強みだったかなっていうふうに思いますよね。ですから西武ドームでね、カブレラがホームラン打ったところがね、もう出てます、180メートル弾ってあるんですけど、はい、あんなところ、ね、異常、あれは異常、無理ですから、本当に異常。いや、どうやってあそこに飛ぶの、っていうぐらい、まあ正直言ってね、厳しいこと言うと、いろいろな疑惑ありましたよ。
うんうん、最後母国に帰って、うん、最後は疑惑でドーピング疑惑で永久追放されたんじゃないかな彼は、うん、そういうのもありましたけど、はい、とんでもなかったとはいえ、いやもう本当顎外れるぐらいの飛距離でしたよね、ですからまあ日本も大好きだったしね、片言の日本語で一生懸命喋るんですよ、はいはいはい、人をバカにするようなねもう本当にそういう言葉ばっかりしてお前そういうこと言うなっていつもねファーストで喋ってるんですけど、はい、まあナイスガイで、うん、日本のね、まあ、日本が大好きだったでしょうね、うん、カブレラは、うん、でね、あと何がすごいかって言ったら、うん、体勢崩されても関係ないですよ、はいはい、だから僕が一番びっくりしたのはアウトコースのねラインぐらいのボールを、うん、もう本当にねバットを振るんじゃなくてバットをこうやって落としたの、はあ、落とすように打ってライトにホームラン打った時にはちょっと何なのこいつってね、うん、サイボーグと思いましたね。あ、そうですか。そのぐらいねすごかったですね、うん、ただこれ今武さんサイボーグとおっしゃいましたけど、はい、これ実際に近くでカブレラを見ると、はい、その表現は本当にそうなんですよいやとんでもなかったですよね、体つきも。もう腕の太さがね。はい。でもね、理にかなった打ち方は僕はしてるなっていうふうに思ったんですよ。下半身をね、外国人ってうまく使って打つ選手っていないんですよ、あんまり。はい。例えば。バンクと渡り歩き、2012年に日本を去りました。はい、結局日本通算ではなんと12年間プレーしまして、通算1239試合1368安打、打率が3割3厘で本塁打が日本で357本塁打打っていきました。通算打点は949打点ということで、もうとにかく武さん、うん、もう実況にもありましたがどこまで飛ばすんだと。そうですね、もう規格外でしたね、彼はね、はい、はい、どんな、まあ、いわゆるその軌道というか弾道というか、ですからね、外野手が一歩も動かないんですよ、はい、ガーンと打った時に、うん、結構ね外野手こうやって追っかけてあーホームランだなっていう感じはあるんですけども、うん、このカブレラのホームランは、はい、打った瞬間もう外野手がね一つも動かないんですよ。あ、そうですか、うん、そのぐらいね飛距離が出てた方ですね。あ、そうですか。でもまあ確かにね、武さんの解説にあるように少々緩い球カーブ系のボールで膝を曲げられても、はい、救ったな、すくい上げちゃったなと思った打球が入っちゃうし、うん、少々こすったなっていう打球も入っちゃうし、はい、詰まったなっていう打球も入っちゃうし、何でも入っちゃう。ですからね、外野フライ打って、ああ外野フライだなっていうのがカブレラホームランなんですよ。うん、入ってくれたらね、もうホームランなわけですから。そうですね、彼にとっては打ち損じでもホームランになってるわけですよ。はいはいはい、まあ、この辺が彼の強みだったかなっていうふうに思いますよね。ですから西武ドームでね、カブレラがホームラン打ったところがね、うん、もう出てます、180メートル弾ってあるんですけど、あんなとこ、ね、異常、あれは異常、本当に異常。いや、どうやってあそこに飛ぶの、っていうぐらい。まあ、正直極上の飛ばし屋選手ですね。はい、はい、飛ばし屋たけしさんが選んだ極上の飛ばし屋、この人になります。岡本がカブレラに第3球を投げました。打ったー、文句なし文句なし、どこまでボールが飛んだんだ。パリーグの主砲、日本の主砲、アレックス・カブレラ、とんでもないとんでもないホームランが西武ドーム場外だ。満塁ホームランで10対6。西武、オリックス、ソフトバンクでプレーしましたアレックス・カブレラでございました。簡単にご紹介を。はい、2001年に西武ライオンズに入団、1年目から圧倒的な長打力でプロ野球界を魅了し、2年目には当時の日本記録と並ぶシーズン55本のホームランを打ち、ホームラン王に、うん、西武に7年間在籍した後、オリックス、ソフトバンク、このカブレラの時代に打ったタフィーローズっていうのは、うん、どっちかというと下半身うまく使って打ったんですけども、はいはい、カブレラの場合はもうステップせずに足を開いたまま、うん、ただ手を落とすだけ、はい、
でもこれって上半身の力がめちゃくちゃいるんですよ、うん、だから日本人バッターにはちょっと不可能な打ち方なんです、うん、まあ、どっちかっていうとドラゴンズファンの方がのだと分かると思うんですけど、堂上直道みたいな打ち方するんですよ、はいはいはい、彼はガニ股で足開いて打つでしょ、だけど堂上はホームラン打てないでしょ、うん、なぜかって言ったら力がないから、うん、でもカブレラは上半身がもうすごい力があるもんですから、うん、バットに当てられるわけですよね、うん、ですからできればこういう打ち方がみんなしたいわけですよ、うんうん、うんですけどね、どんだけ彼のホームランをね敵としてみたか、まあだから まずやっぱり真似できない打ち方、いやもうそうですね、うん、日本人ではちょっと不可能に近い打ち方